影を行っていきます。それでは実際の様子をご覧いただきます。まずスタートボタンを押してチェックインを開始していきます。最初にまず荷物の確認ですね。これで OK を押すと、先ほどチェックイン機で取った顔認証は顔の登録をですね、ここで顔認証をかけます。そして予約の情報、航空機の予約の情報とやると、はい、でそのタグを、はい、貼り付けてですね、このままバゲージの方に置きます。そして荷物の計測、計量を行って、このまま本当は控え、NEC の世界ナンバーワンの顔認証技術を使っているところになっています。でそれで安全安心、こういった快適さを実現するようになっています。日本に来ていただいた方としてはそうすると、あちらの第2商品を自動的に何を選ばれたのかってできます。その間顔認証ができておりまして、支払いをこれだけで買い物ができます。それから航空会社さんにとってみても定時運航率の向上、あるいは今労働力不足というふうに言われておりますので、人材がに省力化をしていくか、こういうのテーマがあるわけです。でやはり今テロのリスクというのは残っていますし、高まりつつあるわけですので、そういう中でセキュリティレベルを高めながら、いかにこういう連立方程式を解いて答えを出していくかという、これが。お待たせしました。それでは、セッションを始めさせていただきます。